フェラーリ 126CK は、スクーデリア・フェラーリが1981年の F1、世界選手権で使用したフォーミュラワンカー。フェラーリ初のターボエンジンを搭載し、1981年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。スクーデリア・フェラーリ初のターボエンジンティポレイ21、エンジンブロック上部にターボユニットをマウントしている。 社名の126はバンク角120度の V6、エンジン、C はイタリア語のコンプレサリー、K は西ドイツの KKK 車製のターボチャージャーを意味する。フェラーリは1975年以降に4度のチャンピオンを獲得したが、時代遅れの 312T シリーズに変えて 126CK を開発した。1977年にルノーが初めて持ち込んだ。 ターボエンジンの利点を見出し、V6 ターボエンジンを採用した。このマシンのエンジンには、V バンクの外側から吸気し内側に排気する、レイアウトが採用された。KKK 製の2機のターボチャージャーは、V バンクの内側に配置され、排気バルブからタービンまでの間長を短くすることが、できた。ターボラグを嫌ったマウロ・フォルゲリは、ブラウン・ボベリ社が開発した、 プレッシャーウェーブスーパーチャージャーを採用したエンジンも試作した。このエンジンを搭載した試作マシンは 126CX と呼ばれた。このエンジンはテスト走行を行ったジルビルヌーブとディディエピローニの両ドライバーからスロットルレスポンスが良いと好評を得たがシステムが複雑化することとターボの場合よりも車体の重心が高くなることから 1981年の開幕戦アメリカに CGP のフリー走行で試されただけで採用が見送られた。312T シリーズの水平対向12気筒からコンパクトな V6 エンジンに変更したことで本格的なグラウンドエフェクトカーとして設計することができたが、シャーシはスペースフレームにアルミパネルよりベッド止めして補強する。 セミモノ国家方式のままでエンジンパワーに対応するだけの合成が不足していた。この年デザイナーとして加入したハーベーポストレスウェイトはシャーシ技術は石器時代だったもし合成テストをやったら一発でチョコレートスナックのようにねじれてしまったに違いないと語っている。126CK は1980年にイタリア GP のフリー走行で 126C として最初にテストされ、そこで 312T5 よりはるかに速いと分かった。エンジンパワーが大きく直線では速かったが、ターボエンジン特有のひどいターボラグを持ち、タイヤに厳しく、ナーバスな操縦性のマシンであり、ビルヌーブに真っ赤なとっても速いキャデラックと言わしめた。それでも、ビルヌーブは1981年のモナコ GP と、 スペイン GP で優勝を飾り、1980年の不調からの復活を印象付けた。フロントウィングは、初期型ではノーズが、フロントウィングを分断する形になっていたが、後期型では 312TK のようにノーズ状に、乗せるような形になっている。シャーシナンバーが049から054までの、計6台製作され、 1980年、イタリア GP では049が使用された。また、049から051の3台は、モノコック自体が、強化改造を受け、049B、051B として、第11戦オーストリア GP 以降で使用された。この後、049B はさらに 126C にかも、された。ジルビルヌーブがドライブした 126CK。ありがとうございます。